延期に伴う追加経費を削減する大会の簡素化については検討していた200を超え、今日はですね、卓球の古川かなみ選手です、はい、古川選手は知的障害のクラス世界ランキング5位で東京パラリンピックの代表にも内定しています。で、原動力となったのは、オリンピックの金メダリストが得意とするある技です。古川選手はおしゃれが大好きな23歳、メイクをすることが試合前の大事なルーティーンです。今からの試合また頑張ろうとか、なんかちょっとスイッチが入る感じはしない。できました。世界の舞台で着実に結果を残してきた古川選手、おととしの世界選手権では知的障害のクラスで銅メダルを獲得しました。古川選手を世界トップクラスへと押し上げ、東京パラリンピックでも鍵を握るのがこの技。この技、独特の構えです、しゃがみ込みサーブです。しゃがみ込みながら全身を使うこのサーブ、他のサーブよりもボールに強い回転がかかるんですね。まっすぐの軌道、右に曲がる、さらに左にも自由自在、同じフォームからコースを自在に打ち分け相手を翻弄します。返せないんですね、3年前ある選手に憧れ自分もやってみたいとコーチに志願しました。ペーネー選手です。全然武器がなくてずっとそれで負けてて、自分には武器が欲しいってちょっと考えて、リオデジャネイロオリンピックの金メダリスト、中国のペーネー選手が勝負どころで使う得意のサーブです。ペーネー選手のしゃがみ込みは、かっこいいっていう言葉、かっこいいっていうのが出てきて、自分もそれやってみたいなって思って真似しようと思いました。多い時は1日2時間から3時間ほど徹底的にしゃがみ込みサーブを練習した古川選手。ひたすらこれですか。伊保啓太コーチは下半身を安定させることが重要だと指導しました。下半身が強くないとなかなかできないので、どうしても体重不足で途中で集中力切れてできなくなるっていうのが多かったので、同じ卓球場に通う小中学生に混じって基本的なトレーニングに励み、下半身の強化に取り組みました。練習を始めて3年、下半身の筋力がついたことでコースや回転を変え、今では10種類以上のしゃがみ込みサーブを使いこなします。自分の最愛の武器です。競っても競っても自分にはこれがあるっていうのはすごい心に持ってて、すごいすごいもう自信はあります。1年延期された東京パラリンピックへ、古川選手は成長を続け頂点を目指します。目標はやっぱ金メダル目指して頑張りたいと思います。もっとパワーアップして、もっと本当に相手をこう惑わすしゃがみ込みにレベルアップしたいと思います。メイクもバッチリね決めて、いやでもやっぱり自分にはこれがあるっていうその自信が勝負どころでやっぱり効きそうですよね。そうですね、でまたね、そのサーブに2時間3時間こう集中して取り組める、でそれが自信を生み出してストロングポイントにつながってね、根気もね必要ですね、そうですね、なんかいい循環な感じがしますよね、そうですね、はい、であの新型コロナウイルスの影響で、パラ卓球は国際大会だけでなく、国内でも大会の中止が続いています、古川選手は今月20日に北九州市で開かれる大会に健常者の選手と共に出場する予定です。以上スポーツでした。では今朝押さえておきたいニュースをまとめてお伝えします。日産自動車のカルロス・ゴーン元会長の共犯として、元会長の報酬を有価証券報告書に少なく記載した罪に問われているグレッグ・ケリー元代表取締役、